いつもローズの YouTube 動画を視聴いただきありがとうございます。町田のローズではジアミンを使っていないノンジアミンカラー、アレルギーが起きにくいカラーとして最近注目されていますが、そのノンジアミンカラー、結構力を入れてまして、カラーで被れたりとかちょっとアレルギーを起こしてしまった方からお問い合わせが多くなって、実際ご来店していただくことも多くなってきています。その中で今回お客様からいただいた大変ありがたいこの声をですね、こちらでご紹介できたらなと思いました。はい、それではまず1番目ですね。カラーの後にかぶれたり痒くなったりすることなく安心して染められてます。カラーの持ちもそれほど悪くないと思います。アレルギーでカラーを諦めていた人におすすめです。ありがとうございます。それではこちらです。ノンジアミンカラーを知る前は普通のヘアカラーをしてかぶれに悩んでいましたが、ノンジアミンカラーにしてからかぶれることなくなりました。お店のスタッフの方もとても感じがよく気に入っています。ヘアカラーでかぶれてしまう方にお勧めしたいです。こちらありがとうございます。はい、こちらですね。私はカラーアレルギーですが、ノンジアミンカラーをしていただくようになり、髪の質が良くなり、痒みもなくなり、本当に助かっております。ありがとうございます。こちらですね。痒みもなくとてもいいです。安心してカラーをしていただいてます。カラーで痒くなったりして諦めている方におすすめしたいです。ありがとうございます。じゃあこちらです。頭皮の痒みもなく長年の悩みが解消されました。普通のカラーと変わりなく綺麗に染めていただきとても良いです。私のように頭皮の痒みや赤みがあったり皮膚の弱い方にノンジアミンカラーがあることを知っていただきたいです。ありがとうございます。じゃあこちらです。カラーを続けていたら痒みが出始めてマニキュアに変えても症状が変わらず困っていたところノンジアミンカラーに出会いました。まずはパッチテストをしてから予約をしたので安心できました。今後もこちらでお願いしたいと思っております。ありがとうございます。ではこちらです。髪にも頭皮にも良いと実感。もっと前から知っていればよかった。私はノンジアミンカラーを知らなかったのでヘアマニキュアでずっと過ごしてきました。今は最高です。ありがとうございます。ではこちらです。皮膚のかぶれが悩みでしたが、全然問題なく安心してカラーができてとても嬉しいです。カラーに不安を感じている方は安心していいと思います。本当にありがとうございます。じゃあこちらです。他店で定期的にカラーをしていたのですが、ある時突然頭皮が1週間ぐらい痒くなりました。それがアレルギーとは知りませんでした。Facebook でこのお店を知り、ノンジアミンカラーをして痒みは全くなく、色も綺麗で満足です。カラーして痒くなってもちょっと我慢すればいいと思っている方がアレルギーでカラーできない方におすすめです。ありがとうございます。ではこちらです。私は若い頃からの蓄積で白髪染めが必要になった年代でジアミンアレルギーになってしまいました。ローズさんのノンジアミンカラーにもお世話になってからは日々髪色も楽しませていただいております。アレルギーを発症する前に皆様にぜひおすすめしたいです。ありがとうございます。はい、このようにとても喜んでいただいているお客様の、今回はお声をご紹介させていただきました。まだまだ的なカラーが普及しているのが多いので、まあ、これからもジアミンによるねアレルギーが起きる可能性はとても多いと思います。実際扱っている我々美容師もやはりこのジアミンに触れることでアレルギーが起こっている美容師さんも多いと思います。ジアミンによるアレルギーの場合はやはりそれからブロックするジアミンを触らないこと、まあジアミンで染めないこと、これがやっぱり大切になってきます。このようにジアミンでねちょっとカラーをした後に痒みを感じている方はまだまだいらっしゃるのかなっていうふうに思っております。何かねそういうご不安があるようでし遠慮なくご相談いただければと思います。もちろんパッチテスト、これもすごく大切なことなので、まあそれがノンジアミンカラーにおいても絶対にアレルギーが起きないということはないと思います。やっぱり中に成分が入っているのでアレルギーが起こす可能性はゼロではないと思いますので、やはりジアミンが入っていないカラーでもやはり他のものでアレルギーを起きる可能性はありますので、そういった意味でもですねカラーをされる前にはやはりパッチテストすごく大切だと思います。もちろんローズではパッチテストさせていただいてますので、そういう意味でもご不安の方はパッチテストぜひ行っていただきたいと思います。なおパッチテストをする前はやはりカラーを施術する最低でも3日前
ぐらいには施術をしないとパッチテストの効果がわからない場合が多いので、その辺もよろしくお願いいたします。パッチテストについてはまた別の動画でもご案内していますので、どうぞそちらの方もご覧ください。はい、ということで今日はお客様の声をご紹介させていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。町田の美容室ローズでした。ありがとうございました。